今回はですね、これは地上波テレビだと絶対にこうスポンサーの絡みとかあって言えないお話なんですけれども、まあ今だから語れるがん保険の価値とあとはこの癌治療の問題ですね。これ山崎さん、ニュースピックスのインタビューの中でこのようにお話をされています。まずはこの,の予防の話ですけど、はい、の内視鏡飲むのが酷で、でね、やっぱりこうなんか酷なこととかってある、それを正当化しようとするから。 それはどういうふうに考えてたかっていうと、癌っていうのはそもそも2種類あるんだ。だからもう転移して、うんまあ、治らないようなタイプの癌と、1箇所で大きくなるだけで、割とこ見つけて処置しても大丈夫な癌と、えー、まあ 2, 2種類あるんだ。癌と癌もどきっていうような、えっとこれは亡くなったあの慶応大学の近藤誠先生の あの考えたあのこう分類なんだけど初期に発見したからといって転移してないわけではないのでじゃあ,あの初期に発見するっていうことにそんなにこうあの一生懸命にならなくてもいいっていうような、まあ、そういう考え方があるんですよね。ただやっぱりそれはこうあの将来の転移とか 将来あの生きる生きないは別として見つかった状態で治療するじゃないですか治療の負担がやっぱりステージ1ステージ2とステージ3とではものすごく違うしそれコストも違うのでやっぱりそれをこう例えばお金で換算したりすると相性のいい病院見つけて健康診断を受けて、まあ、内視鏡を飲んどくんだったなと。 いいうふうふに思います、ね <laughs> はいはい、僕はでもずっとそれは主張していてがん,んのなり方って割とそんなにバリエーションがないというかまあ確率論でしかないじゃないですかもちろんその遺,伝遺伝的にがんになりやすいなりにくいとか生活習慣的になりにくいなりやすいあるんだけれども、まあ、消化器系のがんって割とその早期発見しやすいし。 あのまずじゃあ胃がんはほとんどピロリ菌が原因だし大腸がんはまあほとんどがポリープからあのがん化していくわけであとまあ食道がん胃、まあ、カメラのんでれば、まあ、かなり、まあ、1年に1回ぐらい飲んでればか,、まあ、かなりの確率で早期発見ステージ1とかで発見される可能性が非常に高くなるので。 まあ僕はそれだけででしかないないっってて逆に思ってるんですよねそのマイナーながんはまあともかくとしてあと、まあ、あの肝臓がんとかも割とその昔はねアルコール飲み過ぎると肝臓がんになるよとかって言われてたんだけど実際は大半が B 型肝炎ウイルスとか C 型肝炎ウイルスがあの原因になってなってることが結構ウイルス性のがんがやっぱり多くてとか、まあ、子宮頸がんとかもそうですけど何、まあ、かそういうことをこうやっていった上で。 その難治性のまあ、希少な癌と,とか、血液の癌とかまあ、日本人はあんまりなりにくいですけど、皮膚がんとかそういったものになってしまっていることは、それは運が悪かったね。って話でしょうがないなとは思うんですよね。だかちょっと近藤誠さんはね。ちょっとやっぱり影響力を持ちすぎて、多分この人によってその癌になっている人は結構いると思いますよ。もちろん過剰の検査はもちろんあるんですが。 逆に僕はすごいなと思うのはいまだにまあ多分胃の検査っつったバリウム飲んでる人多いですよねはいまだ人間ドックはあの標準があのバリウムになってますからね、うん、そうそうそうだバリウムとかマジで 100g あって一流のしなんでバリウムって金属なんで要は危ないですよ 誤えして肺に入っちゃったりとかするともう悲惨なことになるんですよ。そか金属だからあとなんか腸の中に滞留しちゃったりとかして、うん、固まっちゃったりとかしてでなんかあの便が出なくなっちゃったとかいろいろあるんですよ。のわりに例えば食道とか見えないんであんまりあと毒影する人がだんだんいなくなってる。写、うん、写真真をを見見てて、うん、レンントゲン写真を見てガンとか 見つけられれるるるんでですけどそれをできる医者が少なくなくっていもうバリウムは、うんうん、もう時代遅れだと思われてるんで、うん、そういうとこ消しちゃダメだと思うんですよね。あと,あとやっぱり胃カメラまあ本当山崎さんみたいに飲まない人はなんか面倒くさいとか痛そうだとか,なんか苦しそうだとかもちろんみんな思うと思うんですがそこがやっぱりすごく心理的なハードルになっちゃってる、うん、から近藤誠さんの理論とかに、うん、まあああ言ってる ねお医者さんが「入っ行ってんだから大丈夫だろ」うみたいな感じで行かない人がすごく多いので僕はそれはすごく残念でしょうがないですよねえでもこの他の臓器に転移していくやつ本物のがんってあるじゃないですかこれってでも転移しちゃうってことかいやだからそそのののの転移っっっていううはさっき言ったようにそのがん幹細胞があのー 割とそれをっっているまあまあまだ完全に分かってるわけじゃもちろんないんですけどそのがん幹細胞っていうのがあってそいつがエクソソームとかを出していてエクソソームが例えば転移先の臓器にあらかじめそのもう本当にウイルスみたいなもんなんでウイルスでもちっちゃいですけどそれが血液中を通って転移先の環境づくりをしてたりとかするらしいんですね。例えばがんって。初期で見つけてもあの将来転移するようながんっていうのは、うん その段階でもあの種がまかれてるから早期発見で必ず治るわけでもないので、だからあのいらないんだ、うん。まあただ上皮の中にとどまってる間はまあなかなかその血管とかリンパリンパとか通じて他のところに行ったりっていうのはなかなかしづらいとは思いますけどね。なのであの消化器系の早期の癌っていうのは割と治療の成績が良い。うんうん けれども例えば膵臓んとかになると、うん、あの膵臓癌って膜がないんで、うん、要はもう直接服。もう腹膜の中に入ってて、その、うん、じゃあ膵臓カバーしてる。うん、こう膜みたいな膜というか。あれ、例えば腸だったら腸と外径外界なんですよね。うん、腹膜の中ではなくて外なんですよ。うん、皮膚みたいなもんなんですよ。だから外界と完全に繋がってるんでで。うん 腸内細菌とかかいいるじゃないですかあいつら要は自分たちの仲間ではないので細菌なんて大腸菌とかもちろんなのでそいつらが内側に入ってこないようにバリアがあるわけですけどそのバリアががんもバリアしてるんで上皮がんっていうのはその割とこうその転移とかもし,しづらいその状況だとでも2ぐらいからねあの転移してくる。 だどっちにしてもステージ1で見つかるとかなり治療成績はいいですよね、うんうん、最近堀江さん x スジャパンのヒースさんの件であの、はい、米国の検診とか韓国の、えー、話もされていると思うんですけども、はいはい、あれ大腸がんみたいですねだかららくあれは大腸ポリープだと思います見つかった時にはステージ3とか4とかの段階だったんでかなり、まあ、悪かったと思いますけど大腸がんは本当に自覚症状出にくいんで。うん あの相当でかくなってもその無症状であることが多いのでやっぱ大腸内視鏡はあの50代まあ前後アラフィフぐらいからは受けといた方がいいですよねじゃお父さんに言っとこうえずっ絶言った方がいいですようちのおじいちゃんそれで亡くなりましたからだけどねあの時代の人たちは本当行かないですようちのおじいちゃんなんかね二十何年前に膀胱癌になってんですよ 膀胱の中のがんがでかくなりすぎて頻尿になりまくっててそれでいもうしぶしぶいったらそれで毎年人間ドック的なものは受けてたのに人間ドックって結構診断、うん、でそれで便潜血検査ってなって陽性が出たにもかかわらず精密検査いかないんですよ 大腸内視鏡をそこで入れとけばポリップの段階で多分取れたと思うんですけどこれまたなんか腰痛とかになっちゃってもう痛くてしょうがないぐらいの状態になってるからまたもう転移してるんですよねその状態だとまあだから、うん、そのとりあえず近藤誠理論は置いといて検査に行きましょうと、うん、山崎さんからも言ってくださいぜひまあそうですねあの私のケースで言うと まあ見つかった時には治療するわけだからその治療のこうう段階でのコストの差これを考えただけでまあなんていうんですかね検査自体はコスパに合うあのやっぱ確率だとかあのこう苦痛だとかメリットだとかコスパで考えていい問題だから 検査はコスパに合うというふうに、うん。なるほど。<の>しかし、がん保険は。はい、しかし、しかしがん保険は、はい。これは合わない。<laughs> 合わない,、はい。がん治療を経験されて、本当治療と投資は似ていると実感しているが。改めてがん保険は不要だと。実感されているそうですね。こちら。まあ、あの、がんになって治療しても。普通のその貯蓄だとか。あの、と、まあ、投資を取り崩すまでもないと思うんだけれども。 ちょっっととしたお金でで済むっていうことですよね今あの食道がんの標準治療って抗がん剤の治療に,にクールやって入院して、まあ、10日か2週間ぐらい入院するんですけどでその後であので手術をする。で合計こう間は空いてるんだけど都合40日、まあ、入院しまして去年の多分確定申告かなんかで計算したんだと思うんですけどなんか領収書を わーっとた足し合わせてみるとあの医療費がえっ、ー、と235万円ぐらいでしたかねあのちょっ自分でこう払ったお金っていうのがでしかしその中でえっ、ー、と40泊分1 0あの1泊4万円だったんですけど160万円は差額ベッド代だからこれはまあ私がこうあの贅沢として個室の方がいいなあの 保室だと現行課金もできるしなんか消灯時間とかも自由だっていうんで使ったお金で、まあ、これは健康保険からは出ないのでまあでもこれは自分で使ったお金だから除外するっていうふうに考えるとあと残りが滅多75万円かそれほど大した金額ではない。でしかもあのその後で えちょっとこれはびっくりっていうかまあ証券会社の社員だったから証券業健康保険組合に入っててで1回の医療費が2万円を超えると支払いがですねあのその上の差額を健康保険組合が出してくれるわけですあとから健康保険組合からお金が入ってきたのを計算してみるとどうしても使わなければいけなかった医療費。 個室とか、そういう、あの、贅沢を除外して。そういう医療費って14。十四、五万だったですかね。うん、全然、こう、あの。保険に入っておく必要っていうのはなかった。だけど、もちろん、あの、こう。保険に入っていれば。例えば、一泊、あ、入院一泊あたり。一万円とか、一万五千円とか。診断された時にいくらとか。いくらか、あの。 経済的ななメリットははあったはずなんだけれどもそれは結果論ですよね。もう一回人生をこう巻き戻してがん保険に入るのが正解かそうでないかっていうと先ほど堀江さんも、まあ、あの確率の問題だっておっしゃってたけど確率と期待値を考えると、えー、まあ保険に入るのは圧倒的に率が悪いはずなんですよ。<laughs> 平均的に率がいいものなら保険会社間違いなく潰れてるからどうですか <laughs> これ